はい、こんぬつは。どうもどうもどうも。いや、まだね、寒いがね。あと1ヶ月ぐらいだ。今日はね、もどみやから前がだの方さ脱げるみじんで気になってた店があっためね。元祖って書いてあっけな。楽しみだ。あれあれ、右が浅めだよ。元祖盛岡タンメン。盛岡タンメンだと普通のタンメンと何が違うんだべね。気になるな。はい、山本さん到着ですよ。それではアイドガン。さーて、あ、これだな、盛岡タンメン。あ、なるほど、豆腐が入ってんだな。あ、前はね、豆腐の消費量が日本一だったからね。そうがそうが、はあ、ははあ、まあいろいろやってますね。なぬ三姉妹。ほ、あ、これいいな。野菜たっぷりタンメン。長女行ってみるかな。長女しっかり者だと。まあ元祖盛岡タンメンの方が担々麺が力入れてるのかな。お、うなぎもいらじゃ、いろいろやってら。餃子はいいな。はい、と詰ませたよ。今日はね、長女をいただきますよ。野菜しっかりタンメン、おーにしっかりいっぺ入ったら、どれどれ。うんめ。ああ、普通にうんめ。ああ、野菜いっぺだな。塩あんべもちょうどいい。しょっぱくなくてね、年寄りには助かるじゃ。こりゃあれだね、ビジュアル的にも味的にも東京タンメン。隣さんのね、味に近いね、このナルトに変わってるぐらいで、うまいうまい。俺はどこさ行ってもね、タンメン食うときはね、あんかけ頼まねえの。ヘビーな猫舌だため。うまい。これでもいっぱいいっぱいだ、猫舌で。このスープがいいもの。うん、うまくて、うまい。野菜のうまみがね、凝縮して、ほら、すぎだな、これな。この麺もうめえね。県産の小麦の雪力使ってっと。いやいや、イケティングだな、このタンメンはね。通いたくなるじゃ。野菜がとにかく多いから、これいっぱいでね、お腹ポンポンになりやすが。皆さんもぜひ。いや、食った食った、うん、まかった。次はあれだ、豆腐入り盛岡タンメン買ってばわがねえな。味噌味もあるっけからな。今日は盛岡の下太田にある元祖盛岡タンメンの店、山本さんの紹介でした。うん、まかったが、ありがとうね。化粧なんてどうでもいいと思ってきたけれど、せめて今夜だけでも綺麗になりたいってか。
エヴァねー、バイバイー。